粉投入してください。まんべんなくこうサラサラサラっと上手に焼かせられる。はい、粉投入終わりました。この散布した状態、あとは、攪拌羽と、S パイプという溶動弁を使って、攪拌していきます。入ってるんですけども、今そこ取りますので、真下にいないでください。もうあとガチャガチャするだけなんで。そしてスパイクという溶動弁を使ってパラパラにしました。